全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。博報堂の内部事情ということでゲスト福島さんお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。はい、博報堂におりまして国際業務局で海外関係の仕事をしておりました福島直樹と申します。その後独立して現在はフリーでやっております。はい、早速今回博報堂の内部事情ということでいろいろ伺っていければと思うんですが、シャツがクリエイティブですね。ありがとうございます。ちょっとそんな雰囲気を醸し出してきました。はい、まあ、非常に有名な人気企業さんかと思いますが、博報堂果たして一体どんな企業でどんな部署があるんでしょうか。日本で2番目に大きい広告会社ということでございますけれども、部署に関しましてはかなり複雑になってまして、できるだけ分かりやすくお伝えした方がいいかと思いまして、主な職種がいくつかありますので、簡単にご説明いたしますと、営業という仕事がありまして、あとクリエイティブという仕事ですね、 CM プランナーですとかコピーライターですとか、それからマーケティング、これストラテジックプランニングなんて言ったりしますけど、あとメディアですね、それと PR と、あと最近増えてるのはデータサイエンス AI とかそういう職種ですね。あとは最近博報堂テクノロジーズとかエンジニアの採用なんかも増やしてまして、あと人事経理ですか、そういうマネジメント、まあ、大体そういう部署でございますね。はい、実際に福島さんご在職中はどの部門でどんなことを担当されてたんですか。私は実はこの今申し上げたところに入っていない非常にマイナーなですね国際に関する海外関係のところにおりまして、そこでヨーロッパ関連のことをやらせていただいておりました。ヨーロッパの広告等に関するお仕事っていうことですね。はい、そうでございます。例えば日本の会社がヨーロッパの方に広告を出したいというような時に、いろんな EU の広告の規制なんか結構ありまして、その規制が今どういう感じになってるかとか、そんなことを調べてお客様に提供するっていうところですね。最初私は広告業界で海外ってことなので結構かっこいい感じがしたっていうか、なんか面白そうだなと思ったんですが、想像以上に地味でございまして、タレントさんの CM の撮影とかそういうのを見る機会とかほぼないですし、非常に地味っていう、そういう感じでございました。はい、これは想定外ということでした。はい、ヨーロッパに駐在されていたとかではなくて、日本にはいらっしゃるんですけど扱ってる業務範囲が海外っていう意識であってます。さようでございます。ヨーロッパに駐在しておりません。力強い。はい、1日のスケジュールを教えてください。9時半5時半とかそんな感じで働くわけですけど、もちろんフレックスがあったり、最近ですとリモートがあったりするんですけれども、例えば9時半に行きまして、最初に部の打ち合わせなんかしまして、その後先ほど申し上げましたような資料の作成ですとか、そんなような地味な作業をいたしまして、その後お昼ご飯を食べに行きまして、で帰ってきまして、例えば自動車メーカーの営業の担当の人からアフリカの広告の状況を知りたいみたいな、そういう問い合わせが来たりするんですよ。でその打ち合わせをして、打ち合わせが終わった後、そのアフリカの広告の状況どうなってるか、それをこう調べたりとかですね、アウトプットするっていうような、でちょっと残業して帰るっていう、例えばそういう感じでございます。結構広告代理店さんハードなイメージあるんですけど、あんまり残業とか激しくなくですか。やっぱり営業とかクリエイティブとかマーケとかそういったところは残業多い部署もあったりするんですけど、私のところは非常にぬるま湯的な平和でした。何年ぐらいそこの部署にいらっしゃったんですか。国際の方には 3,4 年ほどおりまして、そういう感じでございます。ありがとうございます。どういたしまして。ありがとうございます。日本の企業が海外に広告を出したい時に活躍する部署みたいな感じですか。はい、そのような感じでございます。基本的にはそういうリサーチですとか、あとは輸出広告って言いまして、海外のメディアに日本から広告を出すっていう時の取り次ぎの業務なんかも、クライアントがヨーロッパの企業ってわけではない。はい、違いました。それはそれでまたそういう部門がございまして、TBWA 博報堂ですとか、そういうところが海外クライアントを担当してたりとか、そういう感じでございます。キャリアアップについてちょっと。そうですね、やっぱりマーケやってる人とかクリエイティブやってる人とか、その世界の中で部署を移動したりとか、そういう感じが多いですね。営業ですとかそっちのジェネラルな方ですと、いくつか部署を移動したりすることあるんですけれども、割と専門職の人たちはそういう感じで行くことが多いですね。最近マーケですとか、あとデジタル関連の仕事も増えてまして、そっちやってる人はもちろんその分野で出世していくこともあるんですけど、かなり転職がですね非常にしやすいって言いますか、どこまで行っていいかあれなんですけど、例えばそのアクセンチュアですとか、こういったところが非常に人を中途採用してるじゃないですか。ああいったところに結構マーケティングの経験者とか DX 経験したような人たちが行って、アクセンチュアとか博報堂の OB 会があるぐらいですね、人が転職してるっていうような、そういう感じですね。かなり年収も上がってるじゃないかと思います。でも博報堂の方がいい気がしちゃいますか。ありがとうございます。ちょっとネットなんですね恐縮です。僕の時代はですけどね、僕が就活の時はアクセンチュアより博報堂の方がすげえと思いますけどね。ありがとうございます。はい、時代がどんどんデジタルな方向になってきて、なんかそういうデジタル対応っていう点で言うと、最近アドバタイジングアズアースとかって言って、よく
ソフトウェアアザアースとかモビリティアザアースとかありますけど、それの広告版のアドバタイジングアザアースみたいな、そんななんか打ち出していて、やっぱそういうところに携われる人は相当スキル蓄積がいい感じでできてる。それはどういうことですか？グローバルな広告。すいません、全然また別の話になっちゃって申し訳ないんですけど、私がやってたそういう海外関係の広告とは全く別でですね、国内のクライアント向けに、うん、アドバタイジングアザアースっていうような、簡単に言うとデジタル広告とインターネット広告とテレビ広告ですね、うんうん、未だに広告会社ってテレビ広告の収益性って非常にバカにできないっていうか高い部分があって、うん、アクセンチュアとか海外の広告会社買収してドラゴ5とか結構広告領域に入ってきてたりするんですよ、アクセンチュアが。あと当然国内ではデジタルの広告といえばサイバーエージェントとか、こういう競合も結構手強いじゃないですか、うん、はい、そういう中で電通とか博報堂の強みはテレビとインターネット広告を融合できるってことなんですよ、うん、テレビ広告ってなかなかそういうところって触れないんで、データを統合してお客さんに使いやすいプラットフォームを提供するっていうのが、それがアドバタイジングアザースってことなんですけど、まあ、そういうのやってる人はいろんな転職の機会とかスキル蓄積とか、これ見てる学生さんはそこら辺希望するといいんじゃないかと。希望したら通れるもんなんですか？それはもうケースバイケースでございますね希望すれば全員通れるわけじゃないんですけど、まあ、でも多分今就活生でアドバタイジングアザアースやりたいみたいな、そういう就活生そんなにいらっしゃらないと思う。要はマス広告とデジタル広告をどっちも横串で見れたりとか設計できたりとかする人がいいよねっていうことですね。はい、はい、そうでございます。それやるためにもエンジニアとか結構採用してるって言いますか、そういう感じでございます。では年収の推移について教えてください。はい、最初は年俸制で400万弱ぐらいから始まるんですけど、20代のうちはあんまり差がつかないんですけど、30代ぐらいからだんだん差がついていって、まあ、30代から40代ぐらいで1000万ぐらいいくような、そんなイメージ。残業代ついても1000は20代いかないですか？いや、どうですかね。年俸制っていうのは残業は別ですか？別ですね。異常に残業すればね、昔は結構よく聞きましたけどね、昔に比べて今ちょっと残業減りましたんで、そういう感じですね。しかも残業は多分時代背景的なところもあると思うんですけど、福島さん失礼ですけど、ご入社何年ですか？私は1989年という超昔で申し訳ございません恐縮です。報道経済成長期からの広告代理店さんもめちゃくちゃ伸びてた時期ですよね。そうですね、はい、その当時は30歳までに1000万なかなか、いや行ってたんじゃないですかね大体の方、残業多い人ですね、はいはいはい、残業代がつきますんで残業多い人は行ってたんじゃないかと思いますね。ちょっとあんまり明確に記憶がないんですけれどもねトータルで何年ぐらいいらっしゃったの？本当すみませんね、今日ここちょっと呼んでいただいたんですけど 4,5 年ぐらいしかいなかった、まあ、ということで同期は今もたくさんいるんですけれど、広告代理店さんの中での残業多いって月何時間ぐらいから多いカウントされるんですか？大昔私は100時間とか残業したことあるんですけど、それ1ヶ月だけなんで、他の月は20時間とか10時間とか楽勝な感じなんですけど、当時、まあ、90年代は100時間ぐらい残業してる同期はちょこちょこいましたけど、100ぐらい行ってると結構多いなっていう感じですか？多いですね、さすがに。今もそういうことはないと思いますんで。100時間は熊谷さんからしたらあれあれ100時間が定時ぐらいなんじゃないですか？はるか昔とかはそうですね。今は会社も大きくなり時代背景も変わり、だって1日ざっくり4時間ぐらいっていうことですから。そうですね、6時終わりの10時に帰る、熊谷さんからしたら定時と。いやそんなことないです。この前も18時から一緒に飲んだじゃないですか飲みながらこれは仕事なんでってずっとおっしゃって言ってない。どんな飲み方してですか？いやいや言ってましたよ。いや言ってないです言ってたよね。言ってました。絶対嘘じゃないですか今のリアクションで。寂しかったです。本当におっしゃってました。まあいいよ、忘れてるんだ、立ち悪よからぬ流れになっちまう。いえ、当然です。じゃあ博報堂の内部事情でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。